兵庫県、岡山県は広島県ほど暑くはないと見えて、ようやく、本当にようやくですが、秋の訪れを感じる。今日はそんな気候です。ここは山陽本線の姫路駅。今日はこれからもう一度四国に渡ります。別に日本一周についてね、四国を一度に一周するなんてことは言ってませんので、何度四国に出入りしてもいいし、この方が、今回のような工程を取った方が徳島県らしさをお伝えできるのではないかと思って、このような工程を考えました。この姫路から東へ山陽本線に乗って明石、その先舞子より明石海峡大橋を渡ってまず徳島に渡ります。正確には徳島県鳴門、それから徳島市を経由して、その先はまた本州へ復帰するわけですが、それは明日の工程となる予定です。最初の目的地明石までの新快速電車、もうあと何分かで発車してしまいます。ちょっと急がないといけません。今日は体力はもうしっかり回復しているので、久々にフレッシュなスタート。向こうに見えておりますのが姫路城、世界遺産のお城が見送ります。昨日からどうやって移動しているのかってことなんですが、このように普通の切符を買っています。広島市内からこの先、兵庫県の手前、神戸市の手前朝霧まで、5080円の切符を買い、これを2日間使っているので1日あたり2590円、そういう計算をしているわけです。 JR の乗車券というのは別に出発地点から目的地まで一度に使い切らなければならないというものではありません。途中何度も何度も立ち寄ることができます。ですから昨日は、ただの海、三原では降りなかったかな、尾道でも降りなかったかな、あとは倉敷で降りましたね、岡山でも降りました、そして昨日、この兵庫県姫路市でも降りて、何度も何度も途中下車をしながらこの朝霧というところまで向かっているのです。ここにもまたお城があります。明石城、天守はありません。お城と反対の南口、立派に栄えています。だいたいお城がある側が栄えるんですけどね、明石駅の場合は駅前すぐお城ですから逆が栄えたんでしょうか。ここもタコが非常に有名、三原よりも明石の方が有名でしょう。大玉10個570円、これ通常のチェーンだったらね、5個で570円だと思いますよ。立派な出汁もついて明石風の食べ方ができますと思ったらね、残念、定休日になってるわ月曜日が。しかも11時からオープンだったんですけども、12時オープンに変更になってまして、まあ、しょうがありませんね、お休みだって必要ですから。結局ね、他にも10時半からやってる店とかあったんですけど、なぜかやってなかったんで、唯一やっていたこの松竹さんって割と本格的なところで買いました。でその場で買えば、食べれば650円、持ち帰りは700円。できたらお店で食べたかったですね。ハケで出汁を塗ったりソースを塗ったりということができたようなので、それができなかったのは残念ですが、時間の都合もあります。今日は本当に時間に厳しい日です。明石駅のホームの構造を間違えてまして、向こうのホームが速い列車が走るんですよ。でこっちが遅い列車が走る、今度私は遅い列車に乗らなきゃいけないんですが、方向あれがね、全部これから進行方向右側に進む、画面右側の方に進む列車が全部やってくるホームだと勝手に勘違いして、それで、乗らなければいけない列車を乗り過ごしました、まあ、しかし問題はありません。この後走ればいいだけなんでね、もうあと5分ぐらいありますんで、食べられるだけ明石焼きを食べます。こういう時に誰も連れがいないと、やっぱ一人旅ってのはいいなと思いますね。後で走ればいいや、それで片付く話です。
着いた舞子は明石海峡大橋のたもとにある駅です。兵庫県神戸市、これからあの上まで駆け上がります。よく考えたらエレベーターという便利なものがあったのでしたが、しかしそれでも最後は走った方が早そうです。この明石海峡大橋は世界で一番長い吊り橋です。本州と四国を結ぶルートの一つになっていますが、特に関西、大阪、兵庫、神戸、それと徳島県、香川県、それを結ぶ重要なルートとして使われています。自動車だけが通ることができ、鉄道線は通っていません。ましてこの神戸舞子はもともとはどうも旅館などがいっぱいあるエリアだったらしいんですが、現在はほとんど取り壊されていて、日本で一番古いコンクリート造りの建物、孫文記念館だけが移築して残されています。この辺りに生えている松もまた名物です。この瀬戸内海周辺は数多くの船が往来するところとして皆さんにお伝えしていますが、特に明石海峡大橋、これは淡路島と神戸の間を隔てる海峡ですが、この辺りは特に船の数が多くなりがちで、こんな風に、目を見るところどこにも船がいるという状態。奥の彼方にクレーンがたくさん並びます。多分川崎重工業の造船のドック、神戸をその拠点としていますから、そういったものではないでしょうか。奥に神戸市の一大ビル群も見えます。反対側、ちょうどたまたまラッキーなものが見られました。豪華客船パシフィックビーナス、日本で2番目に大きい船なのかな。特にとにかく有名ですよね。飛鳥2に多分次ぐ格の船だと私は思っています。そしてこちら淡路島側に渡りました。淡路島は結構大きな島で、よく兵庫県の本土側からも見ていますが、こっちから見た兵庫県もまたいいものです。この橋の裏に見えているのはまごうことなき明石市です。淡路島は確か離島では、人口が日本で一番大きい島だったはずです。そして島一つもまた3つの自治体に分けられています。淡路島側から大阪府方面を見ましたが、大阪湾の奥に広がる大阪の景色、多分関西空港方面も見えるんでしょうね。淡路島自体ももともと離島だった時代からリゾート市としての開発もそれなりにあり、またこんな風に田んぼもたくさんあって農業などもそれなりにあります。私は淡路島の大きさは随分過小評価していたようで、こんな50キロぐらい多分高速道路で走ってたんじゃないかな。随分大きい島でしたよ。瀬戸内海で一番大きい島ですし、またこれも日本神話で日本で初めて生まれた場所が淡路島なんて言われますが、確かに存在感の大きな島だなと改めて思い直しました。しかし残念ながら大半の路線バスはこの淡路島には止まらず通過していってしまうのです。さて、そして反対側に差し掛かりました。この淡路島からもう一度四国側に渡ります。ここを今度は鳴門海峡と言います。鳴門海峡と明石海峡の2つに隔てられた淡路島の去り、そしてこの真下に見えるのがこの徳島県の名物、また淡路島の名物、鳴門の渦潮です。ここは高速道路の上、今着きました徳島県鳴門市。徳島県はこの間も一度一応通っております。淡池田駅、大ボケ小ボケその周辺、 JR 四国の特急南風号から一応通りは通りましたが、この海沿いに来ずして徳島を通ったということはちょっとできないでしょう。干潮の時刻は13時50分、ただいまの時刻は12時聞こえましたかね、12時30分、あと1時間20分ほどで渦潮の本当の見頃となります。さっき見てみましたけどね、なんだかよく分かんなかったですね。巻いてんのかなみたいな、巻いてるようには見えましたけども、ともかくあそこでザー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 とやっておりますのは、この鳴門海峡の潮の流れが非常に速いこと、それに完全に由来しております。それが原因というわけでして、海がこのように泡立ち、まるで川のように流れているこの光景だけでも十分すごい見応えのある景色だと言えるでしょう。渦潮の見頃の時刻は満潮干潮と2つありますが、干潮の時の方が鳴門の渦潮、こちら側の近くに発生します。渦潮の見頃には満潮と干潮と2つの時間帯がありますが、干潮の方がこの鳴門に近いところで渦潮が見られます。ですから本日は本当に大潮の干潮、そのもうちょうどですね、晴れている日、もう最高の条件でここに来ることができたというわけです。でここが渦の道、上が大鳴門橋ですが、下にこのように流れているのが見えます。これ川じゃないですからね、海の潮の満ち引きによって発生している流れ、ちょっと信じられないね。月の引力とは偉大です。見る方向にもコツがあるようで、干潮の時は右側、満潮の時は左側を見ろと書いてあります。なるほど、確かに巻いてる巻いてる、ぐるぐるだ、おー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 、拡大するとすごいけど、もう消えてしまいました。
コロナのすごいな、あの中に巻き込まれたら大変なことになりそうです。実際あの中は竜巻のように縦にですね筋が入っておりまして、ちょうどお風呂にお湯を張った時、最後水を抜く時のような渦ができているようです。その様子はあの船に乗れば海面の下から渦潮の中の様子を覗くことができるようになっています。おお、これもすごいな。やっぱり前にも私1回ね渦潮は見に来たことあるんですが、その時は中潮でして、今日のようなとんでもない大きな渦潮は見ることができませんでした。またクラゲが浮かんでいるのが一つ見えますが、もう浮かんでいるというより完全に流されています。クラゲ自身ももうそのように流されることにはすっかり慣れているのかもしれませんけど、一応ふわふわと体を膨らましたりして頑張ってはいるようです。でも所詮はプランクトン、流されるがまま。大きいクラゲですからね、わかりますけど、あんな勢いでクラゲが流されていくのは初めて見たな。まだ見えますよ、わかりますか。渦潮の中を流れ去る船がありますが、随分普通よりも速いように見えます。多分潮流のパワーで加速してるんだろうな、あんなに速く消えていくか。あの観光用の船もなんか流されてますもんね。あれ別に流されても問題はないんでしょうけど、さてそれではそろそろ干潮のピーク、もうこのように小粒の渦潮が大量にできる頃になってきました。この時間を見計らって一番いい時間帯に渦潮観光船、渦潮汽船に乗りに移動することにします。ちょっとこれもずっと見ていたいけどね。渦潮の真上からここまで歩いて15分ぐらいかかりましたかね。橋も長いもんですから、渦潮汽船乗り場ホームページには予約はいらないって書いてあったんですけど、一応時間指定を受けるみたいですね。切符持ってったらね、時刻書いてくれました。待ってる間、お芋、ナルト金時、ナルトの名物、さつまいもです。結構150円にしちゃ美味しいな。でも卵は使ってるけど、牛乳は乳製品って書いてあるだけ、そういうもんなのかな。牛乳はそんなに入ってないみたい。うん。渦潮の最高の時間は13時50分。今は14時ですから、この便が一番都合がいいものです。しかし意外と空いています。またお客さんの中心は GoPro、 一眼レフカメラ、巨大なビデオカメラ、一脚など、なんかね、もう写真を撮るために来たような人とか、 YouTube にアップするための職業上の理由でこの船に乗ってるだろうみたいな人が多くてですね、YouTube 向けのサムネイルの写真でも撮りたいのかなみたいな、みんな考えることは同じなのかもしれません。そういう人は最近非常に増えましたね。これから流れが変わるから揺れますよと船員さんからの案内の放送がありましたけど、確かにものすごく揺れるようになりました。鳴門海峡の素早い潮流をもろに受けているからですかね。乗っている間は必ず手すりを離すなと船の方とのお約束をしました。うわすごい揺れる。おーおーおーおお、これは握らないとダメだ。ちょうど渦潮地帯に入るんですが、おーおーすごいすごい、下手すると振り落とされてしまう。私前にもこの辺の船は乗ったことありますけど、こんなに激しい揺れではなかったですよ。至る所で渦が巻いているのも見えます。船の後ろ側の方へも前から巻いてきた渦が流れてきています。現在右側
こう縦に縦に排水溝ができているのもよくわかります。向こうの船はね壊れたんじゃないと思いますが、なんかエンジンを切ったらしくて、そのまま海峡の潮流に流される体験の真っ最中だそうです。案内の船員さんによれば、あの段差を境に瀬戸内海側と日本海側が終わるのだそうで、つまり、これが瀬戸内海の終点ということになります。これまで瀬戸内海とずっと共に来ていましたが、これから先太平洋の旅、まあ、最も瀬戸内海というのには定義が様々ありまして、まだこの先和歌山あたりまでは瀬戸内海を旅しているということもできます。おお、これはすごいな。今までに見た中で一番見事、激しい渦を巻いているのお分かりいただけるでしょうか。観客の歓声も上がっています。見たいもの全部見られました。でもね、もっとこうドーンみたいになってるのを想像する方もいると思うんですけど、まあ、大体やっぱねあんな感じなんですね。だからカメラとかで拡大するとたまにドーンってなってるのあるんですけど、全部が全部そうなってるわけではないし、これ一番条件のいい時ではこれですから、渦潮の観光というのはね、結構手間とお金がかかりますから、やっぱりああいうものなのだということを認識した上で、楽しまれた方がいい。結構私の知り合いにね、いや渦潮見たけどあんた大したことねえわみたいな言う人もいるんですね。意外と渦潮の時期とかは何も調べないで行って、何も渦潮とかがない時でもやっぱ向こうも仕事なんでね、商売ですから、観光用の船とかも出てますけど、まあ乗っても残念ながらただ海があるだけということになりますんで、巻いてるの見たい方はよく調べていきましょう。何度も言いますがこれがもう重要です。ナルトの名物は渦潮だけではありません。これも素晴らしいんですが、渦潮がもし見られなくてもこの大塚国際美術館に来るためにナルトへ来る価値があります。ここは日本で一番入館料の高い美術館として知られており、3140円だったかな、今は。大学生は2160円。そしてここには本物の実物の絵が一つも飾ってありません。なんということか。ここは大塚製薬が、作った美術館でございまして、この中に入っているのは全部陶版画というレプリカです。要は。で、触ってみることもできるし、写真を撮ることもできます。これは全ての世界の名画、本物ではないけれども世界の名画をここに集めてきて、そして子供たちがそれを見て、将来本物を世界に見に行ってほしいという願いから、まずはとりあえず素晴らしい名画に触れることが、手軽に触れることが大切だという趣旨で作られた美術館。本当にね、世界の素晴らしい名画があり、私も一回行ったことありますけど、いやー良かったですよ。大学生は2160円、大人に3140円ということになってますが、その趣旨に即して、小中高等学校生は540円と非常に安く入ることもできます。私も本日行こうかなと思ってたんですけれども、夢ならばどれほど良かったでしょうというわけで、本日はね休館でございました。まあでもそんなショックでもなくてね、行くか行かないか、やっぱ2160円ですからめちゃくちゃ高いんで、行くかどうかすごい迷ってうわーと思ってたんですが、休館だったら良かった、思い切りがついたし金も使わずに済んだ、いや OK、まあ、私の前に行った時の動画ありますんで、ぜひよかったらご覧になってみてください。まあそんな感じですかね。でまたこの美術館の裏側にはこちら大塚潮彩層と書いてありますが、もともとですね、大塚製薬がこの辺りの土地を持ってまして、保養所として使ってたんですね。そこの裏山かなんかに美術館を建てたようですけど、こんな感じで、これも保養施設かなんか、相当立派ですよね。すごい、来た来た、鳴門駅まで来ました。バスが非常に混んでましたけど、まあ別にそんな時間はかからなかったんでいいんですがね。なんか歩いたらね、お城が見つかりました。ナルトにお城があったんだ。調べたらね、確かにあったんですけど、江戸時代の初め頃に廃止になったようです。あの天守は後から作ったやつで、もともとは天守は実はなかったらしいですね。目的地もちょうどそのお城の手前にありましたよ。あそこ食堂、あそこですね。
味の感想を言っときますか。美味しかったですよ。すごく美味しかった。あのね、ナルトのうどんの特徴というのは麺がふにゃふにゃシュワシュワになっていることで、なんかツルツルツルとこう食べられる。それから、わかめもナルトの特産ですよ。歯ごたえがあってね、もう全然なんかそこら辺に増えるわかめとは違った。美味しかった。じゃあ JR 四国ナルト線に乗って徳島へ帰ります。いや帰るっていうかまだ一回も行ってないけど、一応で結構ナルト線は混むんですよ。だから早めに乗っておいた方がいいかと思いますが、お客さんはもうだんだん増えつつあります。この徳島は47ある日本の都道府県のうち唯一電車というものが存在をしない場所です。高知とかね、沖縄とかそういうところにも電車は走ってないじゃないかと思うかもしれないんですが、実は沖縄には電気で動くモノレールが走っていて、高知にも路面電車があります。まあ、そういうわけで本当にね、こういうディーゼルエンジンで動くところというのはもうこれ全てそれでやってるというのは徳島それしかないのです。しかしそれに対してこの徳島駅ビルは感動的に立派、本当にすごい。この中にいろんなものが入っています。かなり駅の周り歩いていても楽しいところです。ヤシの木もたくさん。四国で訪れる街はこの徳島が最後。もうさすがに四国に戻ってくることはできません。先に行ってしまいますが、明日の目的地は大阪となっております。その後駅ビルの中のスターバックス、あそこで4時間半ほど粘りまして、今夜の8時半8時40分ぐらいかな、ずっと動画の編集をしてました。あそこのスターバックスね、結構私、長く使ってまして、これまで多分通算で12時間ぐらいはあそこにいたんじゃないかな。なんかあそこに行くたんびにお腹壊すんですよね。まあどうでもいいことですが、この動画はここまでとさせていただきます。本日は徳島で終わりといえば終わりですが、このまま旅は続き、大阪方面まで地獄の移動が続きます。次回もお楽しみに。ありがとうございました。